ボーイング737。ボーイング737は、アメリカ合衆国の航空機メーカー、ボーイング社が製造する、小型ジェット旅客機である。マクドネルダグラス DC-9、MD-80 や、エアバス A320 などと同じクラス、客席数100から200席のジェット旅客機で、1967年の初飛行以来、半世紀にわたり、 連綿と改良を重ねながら2018年2月間に各種バリエーション累計1万機以上が製造され引き続き多数のバックオーダーを抱えて生産続行されているジェット旅客機の1シリーズとしては確実に史上最多商用輸送機の歴史でも屈指のベストセラーかつロングセーラーである設備が貧弱な地方の中小空港や騒音規制の厳しい大都市の空港間を頻繁に 離着陸する短距離路線において使用されることを想定し、短い滑走路での離着陸や短時間での巡航高度への上昇を実現するために主翼に比較的強力な高揚力装置を装備されているほか、主脚は機体のくぼみにはめ込むタイプで引き込んだ状態でも車輪の側面がむき出しになる構造とし、飛行中の外気導入による自然冷却効果を持たせた。 さらに、エアステア、機体内蔵タラップをオプションで装着できるなど、短距離路線での低コスト運行を実現するために、様々な技術、装備が導入されている。また、ボーイング製のジェット旅客機として、初めて二人乗務が可能となった機体でもある。リアエンジン散発式とされた、ボーイング社の前作ボーイング727とは、異なり、エンジンは、 主翼のもとに一発ずつ、計二発搭載されている、総発仕様で、あえて特殊なエンジンレイアウトを避け、整備性を重視した設計である。一方の胴体は設計費と生産単価の低減のため、先行した727と同じ設計、遡れば1958年就航の第一、世代ジェット旅客機であるボーイング707以来の、設計を流用している。 DC-9 より太くて A320 よりわずかに狭く標準的なエコノミークラスであれば通路を挟んで横に6列の座席を配置できる。長年の生産過程で様々な新技術導入によるアップデートが続けられ、世界各国の航空会社で短距離路線の主力機として後半に運行されている。 最新型では短距離路線のみならず、大西洋横断飛行などの中長距離路線への就航も想定しており、洋上飛行用の各種機材の装備のほか、ETAPs 認定を得た機材も存在する。また、個人用テレビなどのエンターテインメントや PC 用、電源、長距離国際線の上級席の機内食サービスに対応したギャレーなどを選択することも可能である。 1964年に地方路線に数多く残っていたダグラス DC-4 やコンベア440などのプロペーラ旅客機やロッキード L-188 などのターボプロップ旅客機を代替する100人乗りの小型の短距離用のジェット客機として当時ライバル会社であったダグラスの DC-9 に対抗すべく開発が始められた。しかし、 当時アメリカの主要航空会社の大半はすでに DC-9 あるいは BAC-1 から11を発注しており、市場に残っていたのはユナイテッド航空とイースタン航空のみ、しかも後者は DC-9 採用の意向を明らかにしていた。この状況からボーイング社はアメリカの航空会社の強い後押しがない状態での開発を余儀なくされた。1965年に ルフトハンザドイツ航空から21機の発注を受けたことで開発の継続が決まったもののこれは従来80から100機の受注を得てから開発を始めていたことに比べるとはるかに少ない奇数であったこのためユナイテッド航空に対しては引き渡しまでのつなぎとして727をほぼ無償同然の料金でリースすると申し出るなど 考えられる限りの好条件を提示した末、40機、さらにオプションで30機の受注を得ることに成功した。1967年4月に初飛行、路線就航は1968年2月のルフトハンザドイツ航空より始まった。当初は、試作機の性能不足や2名乗務へのパイロット協会、アルパの反発、またマイナス100の座席数不足などを受け販売が、 低迷したが、胴体を延長したマイナス二百や、内装をアップグレードしたマイナス二百アドバンスドの投入など、航空会社の要求に応える形で改良されて、以降はその性能を拝められ、世界中の航空会社で導入されるようになった。初期型のマイナス百、マイナス二百の生産の後、エンジンを勾配パス費のターボファンに換装したマイナス三百、マイナス四百。 マイナス500が1980年代初頭に登場した。その小回りの良さなどから現在でも主翼を改め設計して効率を高め777の技術を用いたマイナス600型からマイナス900型のネクストジェネレーション、ョン NG と七 n 三 g と 737MAX と呼ばれる最新 A シリーズの生産が続けられており二千十四年一月の 時点で掃受中機数11,575機、総生産機数7,900機のベストセラー機である。同シリーズは2011年12月16日に、通算7,000三目の737-800をフライドバイへ引き渡した。また通算7,500機目は、2013年3月20日に、マリンドエア、B737 から 900ER へ、 通算8000機目は2014年4月16日に、ユナイテッド航空 B737 から 900ER へ、それぞれ引き渡された。1967年から生産が開始された737最初のシリーズである。エンジンは、プラットホイットニーの JT8D を両主翼下に1機ずつ装備する。このエンジンはパイロンを介さず直接主翼に、 取り付けられており、軽量化とともに、機体の地上高を低く抑えている。また、このエンジンは、低バイパス比、バイパス比0.96から1.00であるので、逆噴射装置、スラストリバーサはエンジン後方のノズルに蓋をするような構造になっている。マイナス100型は全シリーズを通して最も小さな機体で、胴体の長さは28.6メートル、 航続距離は 3440km である。受注のほとんどがマイナ -200 型に集中したため、生産機のほぼすべてが、ルフトハンザドイツ航空で運された。マイナス200型はマイナス100型より胴体が 1.9m、長い 30.5m で、航続距離も長い、約 4000km などの違いがあるが、基本的にはほぼ同じ機体である。マイナス二百型には、 コンビキ、貨物危険旅客機モデルとして、胴体差全部に貨物ドアを追加し、前方座席を簡単に取り外せるようにしたマイナス 200C 型、マイナス200コンバーチブルを用意していた。カナディアンノース航空屋などカナダの航空会社では、地方路線としてマイナス 200C 型を導入しているが、設備の整っていない、飛行場では硬い氷や砂利が、滑走路上に残っていることが多いため、 車輪が跳ね上げた砂利が、機体に当たらないように前足のカバーを強化し、ガードとなるタイプに変更したり、エンジンが異物を吸い込む前に吹き飛ばすため、エンジン下部に圧縮空気を吹き出すダクトを設置するなどの改造が行われている。1971年には、離着陸性能を向上させ、機内インテリアのデザインに、オーバーヘッドストレエッジを導入するなど最新型に、 グレードアップさせた改良型マイナス -200 アドバンストが導入され1988年まで生が続けられた。アメリカ空軍も -200 アドバンスト型を元にした広報練習機を T-43 の名称で採用しているほか、インドネシア空軍は海洋哨戒機として改造した機体をサーベイラーの名称で運用している。 マイナス100型の生産機数は30機、200型は初期型と改良系を合わせて1114機。なお、日本の航空会社ではマイナス200型とマイナス200、アドバンスト型が全日本空輸と日本近距離航空、南西航空が導入し、離島路線や地方路線のジェット化に貢献し、2003年まで使用された。また、香港ドラゴン航空やナウル航空、 フィリピン航空などが日本のり入れ機材として使用していた。第一世代で浮上した改善すべき点や寄せられた要望に応え、さらに機体設計上の問題点を改善することや、マクドネルダグラス MD-80 シリーズとの競争に対抗することを目的に、1970年代後半から開発が始まり、1980年代初頭に就航した。 当時のボーイングの目指した一つの完成形であり、737を代表する機体であることから、737クラシックと呼ばれることがある。加えてマイナス100型、マイナス200系を含めることもある。ボーイングがベストセラーシリーズである B737 シリーズを小型機市場において、急速に受注を伸ばしたエアバス A320。 シリーズに対抗するために近代化した航空機であり、1997年より生産が開始された。マイナス400に比べて、さらに機体を延長したマイナス800、マイナス900や、アメリカ大陸を無着陸で横断できる長い、航続距離を持つマイナス 900ER も投入された。この世代の機体は、 737NEXT GENERATION 737NG の通称を持つ。なお、このシリーズの導入後に、ボーイングは、マイナス600とほぼ同じ座席数を持つ717シリーズと、マイナス900とほぼ同じ座席数、マイナス200と、航続距離を持つ757シリーズの生産を取りやめた。ボーイングは2011年8月30日に、 737NG-700、-800、-900 のエンジンを燃料効率の高いものに換装した新型機が2017年に初飛行の予定と発表した。その後、ボーイング側の発表では一つの翼に二箇所のウィングレットを装着することとなり、さらなる燃費改善が期待される。最初に発注したのはアメリカン航空の100機。 この形式のローンチカスタマーは、サウスウェスト航空であるが、うち 737MAX-9 については、ライオンエアがローンチカスタマーとなる。その他、アビエーションキャピタルグループ、ノルウェーエアシャトル、ユナイテッド航空、アエロメヒコ航空、アイスランド航空などからも大量発注を受けている。日本の航空会社では、スカイマークが737から800の代替を、 目的として2018年以降に導入する方針を発表したが、正式な契約は締結されておらず、その後の経営破綻で導入の見込みは不透明となっている。民事再生後、機材計画委員会設置し、次期後継機候補として挙がっている。2014年3月には日本航空グループ参加の JT、日本トランスオーシャン航空が、 現在の主力機材737から400型機を737から800型機に2016年から置き換えを始めると発表したが契約条項には発注を 737MAX 型に変更できる条文も含まれている。JT はすでに737から800型初号機の受領を完了しており、確定発注は JLA6RK 第6号機までとなっているため、日本初の 737MAX 型機を同社が発注する場合は、第7号機目からと見られている。2018年現在、日本の航空会社で正式契約締結している会社はない。絶対件数だけを見れば、航空事故やハイジャックが、多機種に比べ非常に多い。その理由は、また、 ユナイテッド航空585便墜落事故、US Air 427便墜落事故、イーストウィンド航空517便休憩車事故、アロハ航空243便事故など、明白な機体の欠陥もあり、150人以上が命を失っている。また2005年8月14日に起きたヘリオス航空522便墜落事故では、死者121名を出している。他にも、 余圧系統にトラブルがあったことが報告されていることもあり、この事故では737クラシックの余圧系統の構造的欠陥説も指摘されている。さらに737クラシックではエンジンの欠陥でブリティッシュミッドランド航空92便不時期事故などが発生し、飛行が差し止められたことがある。 737NG シリーズの機体全損事故の内死者なしの事故は2007年8月20日に那覇空港で発生したチャイナエアライン120便炎上事故であるこの事故では製造段階におけるボルトの取り付けの不具合が原因と考えられている2011年4月1日アリゾナ州フェニックスからカリフォルニア州サクラメントに向かっていた サウスウエスト航空812便が離陸後に、天井に幅30センチメートル、長さ1.5メートルほどの穴が開き、至近の米軍、湯間基地に緊急着陸する事故が発生した。乗客は全員無事であったが、客室乗務員1名が軽傷。直ちに同系機のうち79機を点検した結果、さらに数機について亀裂が発生していることが判明した、米。 国家運輸安全委員会の調査の結果では、サウスウェスト航空の検査体制には問題はなかったことから、連邦航空局では全世界の同型機に対して検査命令を出した。また、ボーイングでは亀裂の発生の可能性について認識しており、それまでは飛行回数が6万回を超えた時点で詳細な検査をするととしていたが、今回の事故を受けて、 飛行回数が3万回を超えた時点で詳細な検査をするように基準を改めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。